北九州昔話。私たちの町北九州には昔から語り継がれてきた数多くの伝説があります。ふるさとの山や川、ひっそりと佇むお地蔵様にも素敵な物語があるかもしれません。今日のお話は、小倉南区須賀尾の滝にまつわるお話、歌姫熊彦物語。昔、勝木の里に歌姫という美しい一人と娘がおりました。里の者たちはみんな歌姫の美しさと心の優しさを褒めたたえていました。中でも熊彦という若者は心から歌姫のことが好きでした。ところが歌姫は里一番のお金持ちの娘、熊彦は貧乏な百姓でしたから、いくら歌姫が好きでもめったに会うことすらできません。ある春の夜のことでした。熊彦は歌姫への思いを歌に込めて短冊に書き、その短冊を姫の屋敷の梅の木に吊るしました。短冊の歌を読んだ歌姫は、誰かはわからないけれどその歌を作った人が好きになりました。このことを知った金持ちの息子つたまろは、歌を作ったのは自分であると嘘をついて歌姫と結婚しました。悲しみのあまり、熊彦は菊の山奥に入り滝に身を投げました。このことがあってから歌姫は毎夜高い熱に悩まされる重い病気になりました。ある夜、姫は夢を見ました。山の中の滝壺に身を沈めたら大変気分が良くなる夢です。姫はその滝に行く決心をしました。夫のつたまろは心配し、古老に相談しました。それは歌姫殿がその滝の白蛇に見込まれているからじゃ。行かせなさい。でも顔に墨を塗って行かせるがよかろう。そうすれば白蛇も姫とは気がつくまい、と教えてくれました。翌朝、歌姫は顔に墨を塗って出かけました。やがて目指す滝にやってきました。歌姫が滝壺のそばまで来ると、水しぶきが飛んで、せっかく顔に塗っていた墨がきれいに落ちてしまいました。そして美しい姫の素顔がしぶきに濡れてますます美しくなっていくのでした。それとも気づかず、姫は夢中できれいな滝と感心しながら、体を冷やそうと片足を滝に近づけたその時、滝壺の水が膨れ上がって白蛇が現れ、姫の体を巻いてあっという間に滝壺の中深く入ってしまいました。それからというものは、化粧をした女がこの滝に近づくと滝しぶきが激しくなって、みるみるうちに化粧が落ちて素顔になるということで、素顔の滝と呼ばれるようになったということです。それがいつの頃からか素顔の滝と変わって今日まで続いているということです。